あら、捨てハゲ結構難しい問題解いてたってことですか。いや、 D は違うと思う。そう、悪問。あの B もね、はっきりとは書かれてない。違うでしょ、このモアが指してるのは人々じゃなくてブリックビルディングズでしょ。これはネイティブと今チェックしたら、まあ悪問だと。数問もあるなんてね。そうでは始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、中央大学商学部2016年の問題を解いてみたいと思います。彼が実際に解いたと言われている問題に挑戦するわけですね。まあ当然僕がやるんで英語になるわけなんですが、果たして解けるのでしょうか。まあ今年の問題はね、もうすでに解いて動画にしてありますけども、同じ問題解いたらどうなるんだっていうのをね、見ていきたいと思います。まあただね、解いても面白くないと思うので、昼寝しました、起きたてで解いたら、まあよくね、ほら朝飯前とかさって言うじゃないですか。昼寝後だったらどうなんだっていうのはね、はい、ちょっとやってみたいと思います。はい、それでは行きたいと思いますね。自由作があったっていうのを覚えてるので、ちゃんと紙用意しました。書かなきゃいけないっていうのを覚えてるので、はい、では行きたいと思います。大問がいっぱいあったっていうのを覚えてるんだけどね、どうだったかな。はい、Ready Start。 時間はまあ制限時間は80分。あ、絵がある。自由作、ちょっと待って、止めたの。はい、あなたにとって一番印象に残っている街はどこですか。それはなぜですか。80字以上の英語で書きなさい。どこだろう、サンディエゴかな。これにない。さすがにこれ100超えてるっしょ。感覚的に100以上あるから、あ、超えてないかな、わかんない。100ぐらいあると思うから、まあ80はそれぐらい超えてる。はい、4分25秒ぐらいで書いた。どれやろうかな。小文が2つあんのかな。会話、会話にしましょうか。これどっちでもよくね。え、もうこんだけしかない。1分ぐらいで終わってます。珍しい形だな、こんな形でんの。はい、終わり。よいしょ。26分かな。26分。はい、37秒って感じですかね。ちょっと時間かかったな、最後の問題。はい、はい、では答え合わせしていきますね。最初が D、 はい、次が D。 あー、この問題ね。いや、D は違うと思う。引っ掛けだと思う。は D を言ってるけど、いや、ないと思うな。これ B が正解だと思いますよ。ただ、そう、悪問。あの B もね、はっきりとは書かれてない。うん、ちょっとこれネイティブチェック必要だ。でも D はさすがにないと思う。で、次が C、D、C、D、B、
これ簡単。和訳、その後1886年に人々はあるレンガの建物をこの方法でどうにか動かし、いや間違ってると思う。この回答は違うでしょ。このモアが指しているのは人々じゃなくてビルディングスでしょ。これはゼイは人々じゃなくてシカゴのことでしょ。シカゴがこのやり方でレンガの建物を動かして、でこれが成功したからもっと多くの建物がこの方法で動かされた、移動されたってことでしょ。違うの？これも要ネイティブチェックですか？あら、捨てハゲ。結構難しい問題解いてたってことですか？意外とレベル高かったのかな。はい、まあちょっと悪問だと思う。大問に、あ、大問にもね悩んだもん。悪問だなと思った。B はね、まあ、確かに選びたくない。でもそもそもリアナイズシェイプスなんていう言い方が言うかっていう感じなんだけど、これディスティングシュビトゥインと言い換えられるのか。で、D に関しては、1個しか書いてないから、certain things は間違いなんじゃないかってわけなんだけど、いやーでも、普通 D にしたくない？これも悪問だと思う。うん、ちょ、これもね、ネイティブチェック。はい、します。で、2、3、次が、B B C A B A、 これ空所保持は簡単だったな。C A C、 はい、超簡単で、次の代名詞指示詞の指す問題みたいなやつだから、これ指してるものを答える問題、これも超楽勝だったな。 D B A、 はい、楽勝。はい、代名、これも超簡単。はい、 B おしまい。会話、あー、これをね、一個ね、基本簡単だったけど、A, C, D, C, B, A, D, B, C, D、はい、全部合ってますね。ただそう、by myself とね、myself の違いっていうのは、まあ、自分では習ってるから、理屈を知ってんですよ。だから、by myself だったら一人でみたいになっちゃうから、myself の方がいいって聞いてんだけど、それでもネイティブね、どっちでもいいって答える人が多いんで、これもちょっとね、要チェックかなと思う。次。B, D, C, C, A, C。これ簡単。超楽勝。すっと解けるけど、ただまあね、マーチレベルに届いてない人には難しい表現が結構出てるかなって感じかな。総計レベルの人からすると、すごく簡単。続いて、並べ替え。C, D, A, E, B, F, A, B。あ、これ replace A with B ね。ちゃんと、どっちに新しいものが来るか分かってないと解けないって問題ね。5番が A, E。これも簡単。しょっちゅう出る、これ。6が C, F。まあ、珍しいね。はい。C, F。この感じの問題は見たことない。で、最後、10A 作文と、はい。はい。ちゃんと書きましたんで。あとやっておきますね。まあ、一応今、ネイティブと話すから、チェックします。で、はい。ネイティブと今、チェックしたら、まあ、悪問だと。ありえんと。こんなん、terrible って何回も言ってましたよ。言ってた2問ともありえ、まあ、僕の答えの方がまだ合ってるとは思うけど、それにしても最初の問題は答えがないし、2つ目の問題は答えどっちでもいけるだろうって言ってたし、で会話のやつもまあ理屈で考えれば、僕が言ってたようにマイセルフが正しいと思うけど、そんなバイマイセルフとマイセルフでね分かるやつなんてそんなんいないし、まあマイセルフの方がちょっといいかもしれないけど、バイマイセルフでもダメなんていう風にはならないじゃんって言ってた。で、あ、ちなみにライティングですね。私の見せたやつ。そう、最近ね、スコットランド人としょっちゅうオンライン英会話してるんですよ。で、なんでそのスコットランド人をやってるかっていうとね、古い文法をすごい知ってる人なの。それで、だから私たちが習っている英文法を、ほら、やっぱいろんな人とやると、違う、間違ってるとか、そんな表現聞かないって言うんだけど、この人はですね、その古い表現をちゃんと正しいと思う人なの。だから、参考になるんですよ。そう、今のネイティブたちはこうやって言うけど、でも、本当は、こうじゃなきゃダメなんだよみたいなね、結構古い表現とかいろいろ使う人だから、そういう人がね、この間使ってたね表現をこれ入れたんですよ。 So agreeable って入れたんですけど、そう、今いつもうちの教材担当してるネイティブが、誰が言うんじゃそんなのみたいな、古臭いわみたいなね言われてた。 comfortable とかの方がいいって言ってやられた。はい、直されました。はい、という感じですね。まあ、ステハゲさんがね、受けてた問題は意外と難しいというか悪問の年だったという感じですね。
そんなね、答えがネイティブでもはぁみたいになるね、そんな悪問を出してたなんてね、答えが分かれるとかっていう風になってるマーチなのにね、早慶だとよくあるけど、さすがにね、中央でこんな問題がね、同じ年にね、数問もあるなんてね、はい、ということでした。飛んだな、という感じで、まあ今更ね、頂戴に文句言ったってしょうがないと思います。もう時効だと思いますけども、はい、といった形で今回は安手萩が受けたであろう2016年のですね、中央大学の問題を解いてみました。はい、婚約もおめでとうございます。うー